どうもこんにちは、太郎です。ナイスパフォーマンスだったナイトレイブンカレッジトライブでしたね。これからどうなっていくんでしょうか。投票ジャッジメント、優勝いただくぜって感じでしょうか。夕方になってるね。全国魔法師養成学校総合文化祭 in ナイトレイブンカレッジ、音楽発表会、ボーカル&ダンスチャンピオンシップ、すべてのチームの発表が終了いたしました。いや、これかなりのチーム数参加してたってことだよな。それでは各校代表選手の皆さん、ステージへどうぞ。どんなやつが出てたんだろう。お、やっぱりこのチームが優勝候補なんだろうか。まあそうだな、今更さ、わけわかんないしさ、第3のチームとか出てきたらやばいよな。今大会の優勝チームは会場の皆様の投票により決定いたします。会場の皆様の投票。歌唱力、ダンス、演者がどれだけ曲の世界観を表現できていたか。うん、どのチームも非常にハイレベルなパフォーマンスでしたが、どうぞ一番輝いていたと思うチームにご投票ください。一番輝いていたと思うチームに。では入場の際お配りした QR コードよりスマホで投票をお願いします。めちゃめちゃ現代風だな。ケイト君も投票してくれてる。いや、でもこれさ、ホームでやったらさ、めちゃめちゃ有利なんじゃない。だってさ、自分の学校の生徒が出てるわけじゃん。どうなんだろう。みんな投票してる。フロイド商店はもう閉店して完全に観客に回ったのかな。ロイヤルソードアカデミーも生徒も投票。チェニア。こちらのリアルタイム投票集計ツールは、積極的な学生支援活動を行うオリンポス社よりご提供いただきました。オリンポス社。ナイトレイブンカレッジを選んで投票っと。お、自分のチームも投票できるんですね。参加者も。エペルはもちろん自分のチーム。なるほどな。心臓口から飛び出てまる。もう戻ってる戻ってる。なんか言葉遣いとかさ、気をつけてたのね。みんな緊張の多いとほどけちゃったのかな。いつかシェーンハイト先輩が言っていたが、自分たちに投票するのって確かに勇気がいるな。確かに言ってたかもしれない。自分たちに投票する、もう嘘をつけないみたいな感じだよな。他にもすごい学校はたくさんあったし。そうだな、どいつもこいつもすげえパフォーマンスだった。うん、グリムは投票してんのかな。そういえばツナ缶富豪の夢を見ているグリム、監督生のスマホと一緒にやるのかな。でも俺は NRC トライブに投票するぜ。行こう。当たり前じゃん。めちゃくちゃきつい練習に耐えてきたんだから、優勝賞金くらいもらわなきゃやってらんないっつーの。本音がやばい。本音が、もうここのセリフだけ聞かれて投票なくなっちゃうかもしれないよ、エス君これ。やれやれ、調子がいいな。だが実力的にも人気的にも俺たちは間違いなく優勝候補だ。自信を持って投票すればいい。投票しましょう。油断せずにな。ちょっとボロが出ないように。持てる力は全て出し切った。相手も手強かった。今度こそ世界一になってみせる。一票入りましたね。ビルの一票。ルーク何も言わない。あと30秒で投票を締め切ります。10 9 8 7。てかさ、マリウスさ、投票できるのかな。マリウスなんかスマホ苦手そう。どうやってやるんだみたいな感じになってそう。3 2 1。そこまで。決まったかな。
カンカンカン。現在集計しております。やばい、ドキドキするねこれ。まあ NRC トライブでしょこれ。ただいま集計が完了しました。これはこんなことがあっていいんでしょうか。なんだなんだ。なんと第1位と第2位の票数がたったの1票差です。マジかマジかじゃあもう どっちかわかんない感じねこれ。ざわついてる。もうみんなわかんない感じになってんじゃん。グリム爆発全国から集まった実力ある学生たち。あーどうなんだろう。その歌声はダンスはどんな宝石にも負けない輝きを放っていました。すべてのチームに優勝のトロフィーを進呈したいところですが、涙を飲んで発表させていただきます。ドキドキするね。行きましょう。ボーカル&ダンスチャンピオンシップ、世界一の栄冠を手にする優勝校は。焦らさないで早く結果を。グリム、グリムめっちゃキュッてやっちゃいそう。続く死ぬわこれ。はあ、マジか、ストーリークリア。ドキドキするね。発表チャンピオン行きましょう。めちゃめちゃじらされてますが。みんなちゃんと投票したよな。これでさ、マリウスの一票が、決定になっててめっちゃおもろいね。特設ステージ。やばい。さすがのネージ回せ。ロイヤルソードアカデミーです。マジか。会場中を温かい空気で包み込んだみんなでヤッホー。みんなでヤッホー。見るものを一瞬にしておとぎの国へ誘う、彼らだからこそ表現できたピースフルなパフォーマンスでした。そして第2位はナイトレイブンカレッジ。知ってるわ。うわー、これはやばいね。1票差で惜しくも優勝を逃しましたが、高い歌唱力と技術力で圧巻のステージを見せてくれました。マジか。やばい、この顔、今この顔今俺もこの顔してる。ここまでではないここまでではないけど、さっきのみんなと同じ顔してる。爆発しちゃうグリム やばい、爆発をなんとか止めないと。グリム、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた全ての学校の代表選手たちに今一度大きな拍手を。いや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 、もう普通に終わろうとしてる。ちょっと待ってだよこれ、マジで。では優勝校の皆さん、前へどうぞ。僕たちが世界一になったの。まあこれ正々堂々戦った結果だからな。ネージュ、何ふぬけた顔してやがんで。さっさと優勝トロフィーをもらいに行くぞ。やったー、ホッピッピー。マジかよ、
わしら主役ぞ。おい、僕今寝ちゃってた？いや、寝てる場合じゃないよ、マジで。一番嬉しいけど恥ずかしい。わーい、ありがとう。来るか、来るか、ヘプッチ来た。ヘプッチ嬉しいです。練習を頑張ってよかった。そう、もう全員この反応だよ、全員この反応でいいはずだよこれ。おい、ドミニク、なんで泣いてるの？なんでじゃねえよ、みんな楽しそうだよ。やっほー、優勝トロフィーです、おめでとうございます。結構シンプルだな。ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。めちゃめちゃいいやつ。それでは優勝チームのアンコールステージです。あー、マジかよ。え、あー、そっか。ってことはさ、ビルは最後までステージに立てないってことでしょ。これ隣で見るんだよ、辛くない？ロイヤルソードアカデミーチーム、みんなでヤッホー。始まっちゃった、みんなでヤッホー。嘘だろ。そういうことよな。いい、一票差で。泣いちゃってんじゃん、エペル。くそー、悔しい。エペル、そんなに泣くなよ。そんなに泣いたら、カリメも泣いちゃう。俺も泣いちゃうだろ。一瞬で涙溢れてきたらこれ。カリム。おいカリム、アジーム家の次期当主の自覚を持て。しっかりしてんな、ジャミル、こんな時でも。情けなく号泣する姿が生中継されたらどうする？もうされてるやろ、これ。だって悔しい。ジャミルは悔しくないのかよ。悔しすぎて言葉も涙も出てこない。頭が真っ白とはこのことだ。あんたたち、まだ舞台の上にいるのよ。情けない姿を晒すのはやめなさい。お、かっこいい。背筋を伸ばしてライバルの勝利を称える拍手を忘れずに。マジかよ、ビル、お前すごすぎるだろ。さすがはビル先輩、冷静ですね。こういう展開はもう慣れっこですか？いや、こういう展開慣れちゃダメだろ。おい、ジャミル、お前冷静？慣れっこ？そんなわけないじゃない。ほら、今すぐロイヤルソードの奴ら全員舞台から蹴り落としてやりたいわよ。私があいつらを罵る下品な言葉を口走る前に誰か気絶させてちょうだい。やばい。メイジたちに投票した奴らを呪ってやりたい。はぁ、見る。ああ、麗しのビル、我らがロアドポアゾン。私の選択が君を苦しませることになってしまってすまない。どういうことだ？だが、どうしても自分の心を偽ることができなかった。は？それ、どういう意味？ビルに呪われるべき人間の一人は、私だ。マジかよ。え？やばいな。やばいな。大変なことになった。ストーリークリア。
やば。めっちゃ気になるところなんですが、今回はこれで終わりにしようと思います。気になりますね。はぁ、マジかよ。ということで、よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。